ということでですね、次はですね、ぜひ松本さんに私が聞きたいことがあって、はい、私からすると松本さんって、はい、もともとすごく忙しい方ってイメージがあるんですよ、はい、最初から、最初から、その本人がどうのこうのということじゃなくて、でまずだってこのお店のオーナーであられて、ね、はい、しかも本の中でね、自分のこと職人って言ってましたけど、はい、そうですね、自ら現場に立って出して、はい、しかもお母さんでいらっしゃって、はい、でそれに最近はこの執筆活動があって、はい、で、セミナーとかも、はい、活動なさって、はい、しかもですよ、はい、友部幼稚園の役員をやって読んでましたね打ち合わせしなかったときで思われたかな、やってたと、もう不足のわらじを履いてる中 で、はい、でしっかり、2人のお子さんの子育てをされてるっていうのが、はい、すごいなと思ってたんですけども、そこら辺のこう松本美智子流子育てのコツみたいな、はい、美智子流はですね、はい、本当に松本美智子流なので、うん、私じゃなくてね、もう他のお母さん、うん、本当にもう素晴らしいお母さんたちばっかりなので、うん、本当にこんな松本美智子流子育てとかこう悟るというかね、述べるのがすごいおこがましいんですけれども、はい、あえて言うなら、はい、やっぱり子供を結構徹底的に育てるっていうことですかね、徹底的に育てる、具体的に言うと、うん、例えば私もこんな風にやってて全然回らなくなっちゃって、はい、手が足りなくなるわけです、うん、もちろん、はいはいはい、なので夕飯は息子が作ってくれてたりとかするんですけど、あの息子がですよ、友部幼稚園に入った時に、はい、もう団長に当たってぐるんぐるん回ってすごい問題児だうちの子供は問題児だってあの子供が今はもうちゃんと夕飯も作って待っててくれたりとか、今小学校3年生でしょ、そうです、3年生です、はいはい、だけどもう、幼稚園卒園してすぐぐらいの時にはもう普通にご飯も作れるようになってたんで、はいはい、うん、9分の時だから年長さん後半ぐらいには結構料理してたんですけど、そう考えるとちょっと早っ、ちょっとかわいそうだったかなって思うんですけど、そう、でもやっぱりコツは経営者もそうじゃないですか、はい、スタッフの手をやっぱ借りてるわけですよね、自分でやらないっていうか、そうです、そうです、なんかすごい全然松本美智子流暗本感の回答になっちゃってます、でも、うん、そうですね、子供にやっぱり協力をしてもらえる母の背中を見せようとは思ってますね、本当、松本さんってその協力者の方っていっぱいいらっしゃいますよね、お子さんも出たけど、ええ、からお母さんもそうだし、そうですね、妹さんもそうだし、そうですね、うん、なんかやっぱり家族ぐるみで、うん、そう、子育てとか松本さんのこうバックアップしてるっていうイメージがすごくありますね、でも最初の頃はやっぱりこう頼りきれないというか、あ、こう家族として頼ると向こうも文句出るんで、じゃああんまり預けないとか不満とかね、そう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 、あとはそうね、そうそうと言っていいんだろうけど、今日は役員、今日は何々、今日はセミナー、今日は何々って結局すごい出てるのを言われてしまうので、そういう時はちょこっとこう母にこっそりとへそくりにしてもらって、私たちちょっとこう買い物に一緒に行って嘘を晴らしてもらったりとか、その時だけちょこっとね、そうですね、親孝行しようと心がけます、うまく使ってますそっか、そこに行くのかでも溜まりますからね、でもこの本に書いてあったんだけど、なんだっけ、大魔王の問題、そうです、それもあります、うん、例えば子供たちをやっぱりこう二人きりにさせることが、はい、本当に多いんですね、うちは、うん、そうするとやっぱりさっきも申し上げた通り、ご飯どうしようとか言った時、子供の力を借りてるのと同じく、2人だけでお留守番をさせているとやっぱり飽きるわけですよね、うん、また今日もみたいなお留守番ってなってしまうんで、なのでその手紙をですね、はいはい、大魔王の手紙をというのを作って、まあ、問題を解かせたりとか、こうちょっとクイズ形式、楽しいこう問題みたいなのをたくさんこう仕掛けたりとかですね、家中に、あれ見てて、すごいなと思ったのが、子供をこう楽しませようっていう、そうですね、楽しませようって気持ちがものすごく伝わってきたのと、はい、それと同時に松本さん自身があれを楽しんでる
楽しんでます、ね、であれをほら YouTube 版にして大道具で登場して、しばらくしたら長男が、ママもう大王じゃなくていいよって言った。本当に詳しくはぜひ詳しくはこちらの文字が書いてあるんですけど、詳細載せてますのでぜひ真似してください。あそこ笑いました。はい、私もうご存知よくしてるので目に浮かんでなんかもういいよみたいな。でもそうやってその楽しむ余裕っていうのかな、そういうのがあるっていうのが、精神的に余裕にもなってるんじゃないですか、ね、それが多分お子さんに伝わってるんじゃないのかなと思うんですよ、ね、はい、時間とか仕事とかではおそらく余裕ないと思うんですよ、もう目いっぱい目いっぱいなんだけど、そこにその楽しさとか育てて楽しいんだっていうようなところを前向きに持っていくことで、自分自身に余裕があるから、そうですね、多分それがね、私お子さんにね、伝わってるんだと思う。そうですね、もう2人の子さん見てると、もう本当に典型的な男の子と典型的な女の子で本当人生楽しそうですね。楽しそう、本当に楽しそうですよね。もうそれが伝わって、これはやっぱりこの本を見て分かりました。あ、本当ですか。あそこだなって、松本さんが楽しんでるんだなって、園長目線から見ると、やっぱり子育てを楽しむことです、はい、楽しんで幸せクラブっていうのがね、はい、うちに子育て の, 支援の活動があるんですけど、その中で私がいつも言ってるのは、はい、子育てっていうのは楽しい、幸せなものがあるっていうのを、はい、まさに実践されているということだと思います。ぜひ皆さんもなかなか余裕ないでしょうけれども、時間の余裕なくても松本さんを見習ってこう楽しむことっていうのを、目指してください。